黒川で。何がいいってこれね最初からついてるから。そうですね。あれシフト変わってないですかこれ？何？あれっす。これだったんですよ。あれこれも違うじゃん。そうです。クランクで引っ張ってきました。とりあえず。それ嫌だったの。今どのくらい乗ってるんですか？今16万4000円。いや全然ないですね。自分買った時はやっぱ17万近かったですね。あ、そうなんだ。黒のやつ、じゃあノーマルで。ノーマルですね、うん、もうフルで、まあ、あと細かいところをちょっと直してって感じですかね。あ、クラウンから乗り換えてみてやっぱね違った良さが、良さが出ますね。何が違います？一番違うっつったら重厚感というか。ああ、やっぱクラウン乗ってると違うですね。ちょっとなんか軽いですよね。軽いです、ね。まあ、車重も違うんだけど、でもやっぱ走り違いますよね。さっき乗ってきたばっかですけど、はい、全然違いますもん。パワー的にどうですかこれ？十分ですか？十分です。そうですね。これ 4.3 ありますからね。4.3 あるんで。あ、でも状態いいですね。全然大丈夫ですね。ちょっと外装側ですけどね。まだなんか、あ、最初の痛みみたいな。そうです。ですか？一応磨きは入れたんですけど。はいはいはい。まだまだちょっと、まだまだ、はい、ヘッドライト関係もやんなきゃなっていう感じで。ライトあると変わりますよね。変わりますね。かなり変わりますね。色は結構変わるじゃないですか。もう全然違います。違いますよね、うん、でもだんだんとで、それもそうですね。そう、まずこれを楽しめれば。なんてこれ作りがねいいっすよね。作り込みがね、いい。おー、すげえな。チャリデコチャリ。あ、これ何 ETC もついてるんですか？ついてます。よくこんないいの、ね、見つかった。たまたまこれだけ出てたんですよ。買うときに。本当に勢いで買いましたね。まず色っすよね。色っすね。もう出てこないであろうみたいな。色が出てこないんで、この色が。確かにそうっすよね。勢いっすよね、やっぱね。勢いですね。スーッと出る感じがいいですよね。いいですね。1000回転ぐらい。だいたい普段でもそのぐらいじゃないですか。そんなもんです。ね、本当にもう、あんま、そうさ、あんま買ってばさなくても。全然。いいっすよね。かっこつきますよね、セレションって。でも。うん。もう、ノーマルでもう全然。ノーマルで全然。そう。今結構ノーマルの方が新鮮かもしれないですよ。逆に言うと。逆に。うん。これいいっすね、もう。いいっす。本当に。快適。このノーマルこそね、青春ですからね。本当ですね。うん、結構高かったですか？安く買いたんですか？あ、そうです。知り合いつきましたもんね。そうです、知り合いから。それは得っすね。あとでも磨き、これバイザー最初から？最初からついてますよ。これも当時もんですからね。そうです。これもついてるんだ。これはなんか変わってるんですよ。へぇ、社外ですね。そうです。ホイールはあれだね、純正で、純正ユーロ。あ、ハーフもついてるもんね。ハーフもついてます。これこの色はよくありましたね。ね、なかなかないですよ。一見黒ですけどね、夜だと。夜だとね、色が見ると本当わかりますよね。あ、この辺わかりますね、見てるの。ほとんど出てないんじゃないですか、この色も。なかなか見ないですよね。まだ見たことない。実際見たの1台、2台ぐらいですかね。なんか出てましたよね。もう何年もセリシオ乗ってて、この色見たの 2台ぐらいしかないですよ。ブレーキとかどうする？すみませんよ。ビッグキャリバーですよね、最初から。でパッドも全然残ってたんで。嘘。そうです、調べたんですよ。それは良かったっすね。全然あったんで。フォーポットですからね、最初から。いずれならカスタムとかするんですか？いや、今のところはないです。もったいなくて。今のところはないです。純正で乗ろうかなって。で、かといってなんかふわふわしてないから、高速安定性もいいじゃないですか。いや、こういうのはよくありましたね。Thank you.
Thank you.